脱毛症などのお病気をするとたくさん乗り越えなくてはいけない場面があると思うんですけども、未来に向けて焦るんではなくて、今の自分も十分頑張ってきたと思いますので、そのままありのままの自分でいいんだと思います。私はオンラインやオフラインの交流会に参加してたくさん人とお話しするようにしています。よかったら参加して世界を広げてみてください。